じゃあいただきます。初めて食べたんだけど、いいかも。やっぱ日本人感覚にするとあれだね、煮ぼうとうに近いね。
うん、うん、何ですか？これワロジ甘いのお茶ですね。甘いお茶？あはいはいはい。量、うん、なんかお茶なん、お茶の植物飲料です。わかんない。賞味期限は2年。なるほど。あったあったあった。これね、水、白砂糖。センスを、謎の草、よくわかんないやつ、菊の花、金銀花、知らん、夏は枯れちゃう草、甘草、なるほどね。マックスコーヒーより甘いかもしれん。かなり珍しい白キクラゲって言います。初めてここに。
強烈。あがに、ごちそうでした。はい、というわけでお疲れ様でした。いやー、辛い。おう。いやね、辛いっていうよりは、しびれの感覚がとにかくすごくて、刺激がすごくて、とても美味しかったです。結構日本だとなかなか見れないような食材がいっぱい入ってるので、それがしかも食べ放題なんですよ実は。で、上野以外にも確か池袋とか他のところにも店舗はいくつかありますので、もしよろしかったらぜひ、
食べに来てください。じゃあそんな感じでまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。あったかくして寝ろよー。